皆さんこんばんは。急に生配信でございます。ですね、昨日昨夜ですね、僕がブログに書いた、以前ねこのビデオオプションチャンネルで、僕のガレージをね取材してもらったことがあるんですよ。でその後ちょっとこのガレージにテコ入れをしまして。そこをね僕のこのガレージというかおもちゃ箱ここを、再び紹介しつつ、ちょっとね皆さんからの、質問等にお答えしてみようかなというふうな小1時間お付き合いください。というわけで早速、私のガレージ見てみますか。あれ接触ですか。少々このままお待ちください。開いた。うちのガレージですね、ちょっとご機嫌があるようです。こちらじゃーん、いかがですか、私のこのガレージ。向こうに、パッと見えるのがね僕のシルビア S15、 そしてゲテちゃん、あとはねバイクとかがあるんですが、ちょっとね見てこのね以前の動画を見られた方な違いが分かるかもしれませんが、このね内装ですね全部黒に、ただのグレーだったのを黒にですねしてですね、そしてここに間接照明を入れてですね、間違えた。こっちだ、わーん、これね、ほらなんかかっこよくないですか、ガレージっぽい。ね、そしてね、先ほどちょっと触れましたが、これ僕の S15 シルビアですね、もう新車以上、S15 の新車以上にピカピカにですね、もうフレームからもう一からやり直した、ちょっとこうシルビア愛が強すぎたシルビアです。簡単に仕様を紹介してもらっていいですか。仕様ですか。仕様はなんでしょう、フルチューンです。エンジンとかもしてもらっていいですか。見んの。まずはね綺麗にこのベルテックスのフルレアをでね、いやこのタコ足すげえな。そうでしょ。これはまずねこのフレームからもめちゃくちゃもう全部何もつけてない裸のピラリアに食われたような状態でまずフレームまでボディ色と同じ状態に塗ってますから、裏側も、内装の中も。ピカピカの白ですから。これちなみに馬力とかはどのくらい出てるもの。これは450ぐらいだったかな。HKS の 2.2 リッターキットにGT3RS っていうタービンについて450馬力ぐらい。ちなみに結構駅前にみんな反応してますけど、ワンオフですかとか。あれそんなことない。普通になんだっけ X トラックだからなんだかそんな感じの。長野の方のやつですよ。なるほど。ちなみにこれ見てる人がこんだけタコ足がピカピカってことは乗ってないんだろうなっつってます。バレた。あまりにも綺麗にしすぎてこのねちちょっと分かりにくいけど、このタイヤハウスの中まで、フレームまでピカピカなんですよ。だからタイヤがこう巻き上げて、この中の色をね、落とすのが嫌なんですよ。なので、乗ってないね。出来上がって、1回、そのオプションの取材だったかな、千葉まで来いって言うから、いやいや行ったんですよ。でまだ雨の日はまだ1回も乗ってない。なるほど。ちなみに車間距離も結構取って走ってるんですか？当然ですよ。車間距離は 200m 空けてますからね。そしてね、ちょっと自慢なポイントがあるんですよ。自慢なポイント。ちょっと待って。外から目立つから閉めとこうね、これね。シャッターね。まあまあ順に説明していきますから。順にね。ここの中をちょっとね、自慢したいんですよ。トランクの中を、このね、中が当然ピカピカなのは当然なんですが、これはちなみに説明していただいてもいいですか？これね、昔からね、これ普通ここって応急タイヤが天パタイヤっていうのがね、ある場所でしょ、そこの場所がね無駄だなと思ったんですよ。だからこの車を手こ入れし始めてできた暁には、ここに発泡ウレタンかなんかでここをうまく埋めてくり抜いて、ここにジャッキとかなんか工具が収まるようにしたいななんてイメージは持ってたんですけど、それを利根工具さんに相談したら、こんなかっこいいの作ってくれました。かっこよくないですか？このジャッキとか、レンチとかね、このエアゲージとかがね、トルクレンチとかがこうちゃんときれいに収まって、このトランクルームをも、美しく見せる。これそれ売ってないんですか？これは売ってないですね。売ってないですね。ノブテル仕様ってことですか？ノブテル仕様ですね。ワンオフ。まあ欲しい人は利根工具さんにですね、ちょっと頼み込んでみてください。ちなみにこの工具使ったことあるんですか？これいいえ。ピカピカきっぱり。だってこの車で外出てないんだから使うことはないじゃん。いいでしょ？すごいですね。ちゃんとね、この中でね、このネジでね、車に固定してあるんですよ。映る？それ。うん、映ります。これ売ったらいいですよね、利根さんもね。作るとまあまあ値段かかるらしいのこれ。なるほど。なるほど。だから作るのはいいけど、みんな値段見たらやっぱりいいって言うよっていう感じなんじゃないかな。だから車がどうしてもかっこいいよくしたいという人は。利根さんに頼み込んでみてください。あとね、利根さんついでに言いますけども、ここにね、このガレージを飾る、これは以前のガレージ取材来てもらった時から、こういうふうにね、工具セットがこのガレージをかっこよくしてくれてますが、これちなみにさっきから話聞いてると、これ、工具飾りって言ってますけど、工具は飾りなんですか、これ？はい。いやいや、もちろんね、なんかちょっと困った時には使ったりするよ。なんだけど、僕メカニックじゃないんで、メカニックはね、すぐそこら辺にね、いるんですよ。僕のお抱えのメカニックが、いやそこにもしもしっつって電話すればすぐ来てやってくれるんで。その彼が使うかもしれない。なるほど。でもこういうふうに工具が、これぶら下がってるでしょ、そうするとここに何番の何がいる、何番の12番の眼鏡がいるとかいう時とかにもね、すぐパッとこうね、ここに来るまでにシミュレーションは完璧ですね。違う、こういうね、ちょっと見て、こういうのだとどこだっけなってこうなるでしょ、こうなるでしょ、見て、この中も完璧ですよ。これ使ってないですよ。完璧ですよ。完璧ですよ。これ逆にとしたら使った工具何使ったんですか。なんか今まで使った。なんかね、ここら辺のやつでバイクのこのシート外したりとか、ちょっとしたことはやってるんですけど、まあそれはいいんだよ。だからこの壁掛けがあると、うん、ね。ここに来るまでにもうさっとこういけるわけですよ。でも使わないんでしょ。違う俺じゃないの。だから便利だよっていうので、何かがなくなったら あれがないってすぐ分かるじゃない。あ、じゃあこれは本当に売ってるもんなんですか。うん、これは売ってる。でもどうぞ真似してくださいってことが言いたい。トネさんの CM タイムでございます。はい。ちなみに今でこそその若いメカニックとかいますけど、昔、うん、それこそ広島にいた頃とかはある程度自分でやってたんですか。そりゃそうですよ。タイヤ交換とか足回り、マフラー、まあ、ちょろちょろっとはいろいろするけど、うん、でもエンジンを下ろすとかミッションどうのとかそういうことになってきたら、またうちのチームにいたメカニックがはいってやってくれる。なるほど。あれちなみに車高を変えるぐらいは自分でやってたんですか。それはやりますよ。ただ昔86だったんだよね。結構ね、車高なんか変わんないですそんなに。まあ昔で言うとバネを切るとかね、マフラーも切るとか、ブレーキホースが止まってるとか切るとか、切るばっかだね。切ってばっかり。はい。シルビアはちなみに室内とかは大丈夫ですか。自慢ポイントは。自慢ポイントね、まあどこから見ても美しいわけですよ、僕のシルビアは。これちなみに買った時から状態はかなり良かったんですか、この車。いや、くっそボロだった。あ、ボロかったですね。ボロかったんですよ。ボロかったんで、もともとは、うん、そこのね近所の N ステージっていうショップの、ね、なべちゃんっていうのが一人でやってるお店があって、そこが暇そうだったから、うん、じゃあ俺のシルビアをちょっとレストアしてくれよと、うん、こういう窓枠とかちょっと傷んできてたりとかね、ガラスもね飛び石とかでちょっとガシャガシャしてたから、うん、じゃあもういろいろ小切れにしようと、車はちょっと預けとくから。暇の時にねちょっとやってくれよという感じが始まったんだけど、まあこのやり始めたらね、どんどん加速度を増していって、最初はちょっとこの辺を取ったら開口部だけスポットマシダイムしてこうかぐらいの感じだったんだけど、もう全部バラして、もうフレームだけにしてね、フレームだけにして、うん、でそれをなんかもう完全にねフルスポット増しして、うん、走んないのに。そうよ。ほんでここの何サイクルフェンダーとかも作ってね、うん、別に切れかく増す必要もないんだけど、もう走らないから。うんうん、まあ当初は走る予定だったんだけど、うん、綺麗にしすぎて走る気が失せたっていうんだけどね。まあドリフトしてもそこそこ走れる車ですよ。うん、走れると思うよそれは。ほら見えるかな、見える。あ、見えます。もう、はい、骨だけにして、うん、ピカピカにもう中まで塗ってるわけですよ、完全に。これねすごいっすね。中もピカピカでしょこれも。普通こんなの塗ったって見えないんだからね。そうですよね。もうね、これもうマジで。もしかして、多分そうじゃん。回収分。そうかな。大仏28号さんが200円でちょっと出てきたんですよ。なんそれ。どういうこと？もしかしてスーパーチャットとかしてくれてる。もうね、もうすごい谷口さんの方かもしれない。大仏28号さん。へえ。あとでこれたまった分でご飯食べに行きますか、谷口さん。お金くれんの？いや、ちょっと僕らも初めて見たんで。そう、これってそうなのかなと。急に出てきました。よくね、システムを理解せずにやってるからこれ。ただ失言だけしないようにしようと気をつけてるけど。そこが一番ですね。今の時代何か言ったら叩かれる時代だからねこれ。気をつけないと。やっぱ投げずにスパチャ投げ銭やからなってきてます。すごい。いいんだよみんなどんどん投げても。さすがスター。さすが。あとシルビアポイントはあとないですか？あと？ちなみにこれ何ですか？自分で買った1号でいうと何代目ですか？2代目。1代目は HKS が最初使ってたので自分もだったんですよね、元はね。だからD1 の初年度チャンピオン取った赤いやつは自分ので、まあそれ一番好きだったんだけど、まあそれを手放したんですよ。僕の後輩が持ってますけど、で後にこの車をまた譲り受けて、譲り受けた時ボロかったんですよ、ものすごい、はい、でそこからものすごくお金と手間とすごい、もうすごいですよ谷口さん。何すごいこと、今まで我々が見なかったことが起きてますよね。何僕見えてるんですけど、もうすでに1112円、笑いさんも120円、晩ご飯にとかっていう何リアスさん200円谷口さんの晩ご飯にありがとうございます。すごい。ほんとね、俺こういうのってね全然嫌じゃないよね。ありがとうございます。これ松屋に行くか焼肉屋に行けるかの違い出てきますから。これじゃ終わったら谷口さん、今日は。あららら。こんなことがあるのね。すげえ、1500円でしときましたよ、マジで。マジで。横浜市民として応援してます、黒崎さん。もう困らん。困らん。すごいですね、マジで。ありがとうございます。ちなみにそのシルビアの話に続いて黄色のシルビアってあれが、はい、もともと黄色のシルビアを K-Office ってところから買ったのよ。長野県にある K-Office から、はい、黄色のシルビアを僕買って、それを赤く塗って D1 出てたんですよ。あれ同じ車なんですか？同じ車で、それが D1 初年度です。何すごいのさん5000円来ました。明日もやろうこれ。すごいっすね。すごい。チャソさんも晩飯代の足しにしてくださいって見せて。もっと太る。あんまりこれ触れてっちゃうとマジあれすごいみんないいですけど、ちょっと話じゃあちょっと続けましょうかね。最後にこれちょっとまた報告しますんで。で、色類種類、K-Officeで黄色いのを買って乗ってて、で赤く塗って D1 グランプリ出て初年度チャンピオン取りました。2年目からは HKS ワークスとしてやることになったんですけど、それは HKS のシルビアなんで、僕のシルビアとは別のシルビアですね。うん、そうだったんですね。じゃあ実際2代目っていう。そう、これはシルビア S1 号としては2代目。これはちなみに永久保存版ですか？そのつもりですね。僕のね、僕の財力と、世の中のルールとかが許される限り、もうね、こんなライトウェイトで、まあ、自分がこう操って楽しむいい車っていうのがね出ないと思うんでね。でシルビアはいい車なんだけど、どんどんもうやっぱり絶滅危惧種に向かって減っていってると思うんで、まあずっと持ってたいなとは思ってます。ちなみに谷口さんが今まで一番好きだった車って車種でいうと何になるんですか？一番好きな車？いや、シルビア好きよ。シルビアの中でもどれが一番いいですか？これ1号1号。それはなんで1号が一番いいんですか？ D1 の初代チャンピオン取ってるな。いやいや、1号かっこいいしね、セット力あるし、車重もちょうどいいしね。何 HKS シルビアドリキンコースアウト事故しましたよねっていうこれビデオオプションチャンネルにも上がってるやつなんですけど、見てくれてると思うんですけど、あの現場谷口さんいました？いたよ、いた。どういうご希望だったんですか？まずは一番最初は土屋さん怪我がなくてよかったっていうことがこれ一番ですよ。でその後にね、土屋さんがこんな車作るやつが悪いとかってけらし始めたんですよ、俺のことを。その時にはだいぶ腹渡にえくり返ったけどちょ俺のせいみたいな、うん、ありましたけどそんなことね、うん、ビデオオプションはもうね、最近はもう本当に昔の映像を出してきては、YouTube に出してっていうね、苦しい生活をしてるからそうですよ。そういう意味では谷口さんいろいろうちに協力していただいていろんな曲やっていただいて、ビデオオプションだけじゃないんでホットバージョンもいろいろ出してきてるからねとにかく俺の古いのをもう出してきて出すみたいなね、しゃぶり尽くしやろう骨まで本当二次仕様甚だしいなみたいな。確かにすごいですね、うん、ちなみにその二次仕様の中でなんか思い出に残る企画とか何かありますか？いやいやいや、それはいっぱいあるからなんとは言えないけど、うん、まあ、出てくるたびに懐かしい恥ずかしいななんて感じだけど、うん、まあでもいい時代だったなとこういうのを経て今の俺になっていったわけだから、まあ皆さんに感謝ですけどね、うん、あとはねどんどんこう今なんとかなんとかってしてくれてるのはすごい感謝ですけどね福岡からの後輩から「上納金です」っていう伊藤隆一さんって。おーおうおう知り合いですか？知り合い伊藤さんって言ってね、すごい恰幅のいいね、俺より年上に見える年下なんだけどさ、でちょっと龍一いくらだったんだねまた。龍一さん、伊藤龍一さん1220円。いやいや十分すごいですよ。嫁とか見てくれてるんですね。それじゃあ谷さん続きいきましょうか。シルビアの次もせっかくなんで。そうだね、もう20分以上経ったからね。一応9時までというお約束だったので続きをいきましょう。いやでもこの調子だったら何分やってもいいけどね。急にご機嫌だ。朝まで生テレビ準備やってます。すごいですよね。さあ、こちらいわゆるゲテちゃん。はい。ご存知の方はね、ビデオオプションチャンネルを見て。ビデオチャンネル出てないな、ビデオオプションだな。ドリテンの方ですかね、これ。確かに。いや、だからまだ YouTube に出てないでしょ。いや、出てます、出てます。出てんの？出てるはずです、これ。はい。え、出てるやん。これ？うん、ドリテン、D ステーション。ドリフトステーションの方に。ドリフトステーション。そんなにいろいろチャンネルがあるの？そう。2個です。あ、2個。2個です。はい。これね、この車の由来を知ってる？知ってる？一応聞かせてください。まあまあこの世の中でね最悪な仕事の一つのイカ天っていうのがあってね出身なのに仕事としては最悪なイカ天っていうのがあってね、寒いだの暑いだの、石がすごく飛んでくるだのっていうね、はい、あるんですよ、イカ天っていうのがあったんですよ。でその時の審査員をやってる時にゲストにね川端正人君がいたんですよ。その時にまあちょっとこうね川端とドリフトの話しながら今自分のバギーっていう車がすごく調子がいいんですよつっていうとこでもうケツからいけますよみたいなところでいやそういうの乗ってみたいんだよねと。俺なんてもう古いスタイルのドリフト選手だったから、はい、やっぱりそのケツからみたいなね切れかくこんなのつって。乗ってみたいと。でも川端は大阪の人だしなかなか乗るチャンスないよねと。あとは、まあ、ちょっと乗りたいって言ってもそういうやったことがないこんなのやったことがないのをね乗ってぶっ壊してもいけないしってことで、自分のを作りたいと。自分用のそのおもちゃドリフトの用のおもちゃを。でそれで川端にちょっと作ってよってお願いしたらいいですよっていうことになって、あそうじゃあってことでもうその場イカ店やってたその場から車探しが始まって、ほんで車を見つけて、で川端のとこに預けて上地のところで買ったんでしょうね。そう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 、上地のとこ T&E のね上野君からですねこの車を100万円譲っていただきまして、まあその時はねこれもう一通りやってやるから、うん、即走れる仕様ですよってことでまあやってやるから便利でいいかなと思ったけど結局全部特価だったね全部だからその当時その車で使ってるものでこのメルテックスのハンドルと、うん、このロールバーぐらいで、ね、あとは何も残ってないね。エンジンもでしたっけ？エンジンはそのまんまだね。いや、いわゆるその車庫長を T&A の車庫長を外しました、うん、タイヤホイール変えました、はい、ブレーキ変わった、うん、エアロ変わった、シートは俺がつけたとにかく、うん、まあその当時のそのいろんなねパーツ類、エンジンパーツ類も全て変わりましたね、うん、だからそんないじってやるの100万で買わなくても、うん、どうでもいいもう本当にガチャガチャの2030まで買ってきてのでよかったんだけどね。じゃあ実際乗ってみてどうだったんですか？もうそれはまたそのね、うん、ゲテちゃんをビデオオプションの、はい、そのロケでね、あの時浜美だったっけ、一緒に行ったの、奈良行ったの、まあその時浜美だったね、浜美だよね、うん、奈良名阪行った時、俺川端から俺がゲテちゃんを初めて見た時、はい、なんというインパクトみたいなしかもあれフェンダーなかったですよね。そうそう、タイヤむき出しでね、マジでね、マジでおったまげーだったその時に、うん、ゲテちゃんっていう名前が、ゲテモノのゲテちゃんね、今はねまだゲテモノって感じじゃないと思うんだよね。あの時のインパクトがすごすぎて、うん、うん、タイヤはすごい外の方に行ってるし、うん、フェンダーないし、もうなんかで走れば凄まじいこの角度で走るしっていうところで、うん、まあ面白かったんで、ぜひその時の動画を探してみてください何チャンネル？ D ステ？ドリフトステーション。ドリフトステーション、はい、でもさすがですわ。普通の車とはやっぱ乗り方は全然違うわけですね。ああいう全然違うね、うん、まあ僕がその D1 とかで走ってた走ってた頃の走りとは全く違って、もうねブレーキを使わない、全然。もちろん場所とか、まあ、場所によるけど、うん、基本的にはほぼブレーキを使わずに、うん、横向けてアクセル踏むことがブレーキみたいな感じですね。なるほど。でそういう走りが要はね、後ろ向けてアクセル踏んでこうかいていくのを、フロントは舵だね、うん、いわゆる行きたい方向へ行くだけで、うん、もうずっとリアステアでこうずっとこう走るようなイメージ、うん、だから浅い角度にした方が逆に走りにくいんで、うん、ストレート来てずっパーッとこう。一気にリアにグッと乗るところまで深いところ行って入れてしまえば、アクセル入れてしまえば、あとはガーッとどうにでもいけるっていうのがすごい。ここでちょっと一つ、何でしょう、福岡の後輩パート2、ジャパンホールディングさんがなんと1万 5,000円さすがさすが、完全にお知り合いですよね。はい、ですね、そうですね、知り合いです。スポンサーです。スポンサーです。それ何屋さんですか？運送屋さんです。あ、なるほど。運送屋さん。僕のね、今日これ書いてないな、ジャパンホールディングスさんが僕のレーシングスーツに貼ってあります。はい、運送屋さんです。さすが社長。宮崎よしみさんのことは違うんですよ。違う、全然違う。全然違う。よしみのとことは全然違う。吉見から今こうちゃん来たらもうやっぱ宮崎運送さすがって言うんだけどねちなみにでもこの車持ってすぐに案内回しで行けるんだったら、うん、今 D1 出てもいいとこ行くんじゃないかなと思うんですけど、それはどうなんですか？いや、車を振って走るぐらいは今でもたまに今時のドリフトをちゃんとできるようにっていうね、うん、その当時 D1 の解説とかもやらせてもらってたし、うん、でなんか喋るにもちゃんとテクニック的なものを分かってないといけないんで、うん、買ってこれ作って乗ってますけど、今でもだから走るには全然それなりにみんなと同じようなぐらいでは走れますよ。ただD1 はやっぱ水槽が肝じゃないですか。そこがね練習全くしてないから、僕はね車を当てるのがすごい嫌なんですよ。なので、人のボディにこう触りながら走るわけじゃないですか、そういう練習をみんなしてるわけじゃないですか、だから結局これもドリフト練習用っつって適当にガシャガシャ使えるようにって作ったけど、作るとやっぱり愛情が湧いちゃって、ぶつけるのなんか嫌ってなっちゃうんでだから1人で走る分には自信ありますよ。2人で走る分に自信がない。なるほど、じゃあ今でも単走だな、斎藤大吾に先生いけちゃうぐらい。そんなことない。やっぱ世界の斎藤さんはすごいですよもう彼はね、年がら年中こうやってるわけじゃないですか、やっぱドリフト選手っていうのは。僕は年3回ぐらいなんで、そこにはね差がありますよ。やっぱ乗ったら乗った分だけ上手くなるもんですか。もちろんです、もちろんです。それもグリップもやっぱ一緒ですか。ドリフトというものは基本バランスゲームなんですよ。車を滑らせることとスピンさせないことと、要は、スピンするほどいってはいけない、でもドリフトが戻るほど緩めてはいけないっていうね、そういうバランスゲームなのね。言うなればね、この手のひらにこの野球のバットをねこう置いて、こう立てたままこうやってよくほうきでもやったでしょ、こうやってしてこのこれとあんま変わんないんで。だからそういうふうにいかにこのバランスものやるかってところがやっぱり日頃の鍛錬で、いつも年がら年中やってる方がねより上手に決まってるんですよ。渡辺さん、続いて車にで紹介いただいた後ろにあるバイクもちょっと残り時間もね30分切りましたからね。30分ぐらい、そうですね。で言えばこのバイク紹介いただいた通りの触れ合いの場を皆さんの質問をさせていただいていただきたいんで、こちら僕の青春時代にあった鈴木のハイ R、 こちらに一応知ってる方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、どういう思い出があるかちょっと簡単に教えていただけると。まあ僕が若かりし頃一番最初に買ったバイク、免許取ってね、免許取って公道を走るようなバイクを買ったのは鈴木のハスラーっていうのがね、一番最初に買ったんですよ。その次にヤマハのジョグ、そしてハイ、鈴木のハイ、ハイ R じゃない、ハイを買ったんですよ。これ R ってこのえらい R なんですか。そうなんです。レーシング GTR の R と一緒ですか、これ。そうだよ。いわゆる僕はスカイラインを買ったんだよ。なるほど。でこれは GTR だからさなるほど。当時僕はハイを買ったんですよ。でも、後にハイ R も乗りましたけど、買いましたけど、でその当時から持ってるバイクじゃないよ。で何年前だとか何年か前に東名高速をこう走ってたら、あるトラックに古いねスクーターが5台ぐらい積まれて走ってるスクーターがいたわけで、それを見てチャンプ RS とかハイ R とかなんかね、そういうのが5台ぐらい積んでわーっと走ってって、うわー懐かしい、超いい、欲しいみたいな感じでっていうシーンがあって、でうちの近所にあるバイク屋があるわけですよ、KN 横浜っつって、スクーターのね050m を競うのが得意なスクーター界のカリスマショップがあるわけですよ、そこにね行ってね「ねえねえハイ R が欲しい」って言ったら「あ違う」それ懐かしいと、ハイ R 欲しいなってブログに書いたら、そこの店長の佐々木君っていうのから「探しましょうか」っつって連絡来て「ありましたよ」とかっつってで言うから「買って」っつって買ってきてもらって、これもうすぐ下世話なんですけど、当時いくらだったのが今いくらぐらいで買えるんですか。これ多分新車で11万ぐらいだと思うんだけど、11万か12万ぐらいだと思うのよ。もっと安いのかな、ちょっと定価わかんない。これを買ったのは10万円です。ちなみにこれ状態としてはこれ谷口さんの目で見るとどうなんですか、これ。かなりいいでしょう。かなりいいでしょう。何年前のバイクですか。俺が、もう16、17の頃にあったから、15年前ぐらい。そう、なことないし。のもうちょっと前。のもうちょっと前ぐらい。これちなみにノーマルで乗ってたんですか？チャンバーとかつけてたりするんですか、こういうのって。やったね。やったね。なるほど。チャンバーとかつけたね。あれミニバイクのレースで出た時っていうのが、バイクってどういうバイクで出てたんですか？一番最初はハイアールで出たのよ。あ、違う違う、ハイで出たのよ。いわゆるスカイラインで出たのよ。で、これ話す長いよ。なんか3分ぐらいでもしまとまるならぜひ聞きたいところなんですけど。いや3分にまとめたくないな、俺の思い出を。じゃあそれまたちょっと次回にその話をしときます。まあここはいいや。まあとにかくね、はい、絶滅危惧種だからこれだからね。はいはい。まあ俺の乗るんですかって聞かれたら、乗らんがなと。これもだって、はい、どこ行くのよこっからこれ乗って。これちなみに現状これフルノーマル状態ってことですか？いやダンパーが変わってるね。俺が変えたわけじゃないけど。もともとじゃあこれもじゃあそういうのに使ってた仕様なんですかね、これ。いやいややっぱりねこの当時、元チャンプとか見て、こういうのちょっとやるのが流行ってたから、だってこのミラーだって俺の別に趣味じゃないのついてたから。これすごいですね。こういうの昔ありましたよね。あったあった。ミラーあった。なのよ。これをだからこれ今チャンプ、あ違うチャンプじゃハイアール、うわハイアールだハイアールだってもしコメント来てたら、来てますよハイアールだ。おっさんだね。おっさんだね。じゃんけんミラーって言うんですかこれ。ね、おっさんだね。それもまたリアカウルってこれもともとこれノーマル。これノーマルなんですか？ハイアールにしてる。あ GTR はこれです。あいや違う、ハイにもあるよ多分。ハイアールが特徴的なのはこのフロントのこれとこれ、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 ハイアールね。フロントフォークもこんなんじゃないし、ハイだとこれ GTR だから。GTR なんですねこれ。いわゆる。えこれちなみにブレーキはブレンボみたいなのついてるわけじゃないですか。その頃ブレンボなんかねえから。ない。なるほど。ドラムブレーキ。次行きましょうか。次のバイクね。次ここですね。これね。これね。すごいこれ。これはね。はい。なんでしょう。バフラーの排ガスを避けるやつですよね。あとそうなんですよ。いや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 。これはね、何がすごいかと。HKS で作ってもらったんですよ。HKS しよう。そうよ。HKS のマフラーを製作するやつに、作ってもらったんですよ。僕のガレージで。シルビアがエンジンかけたら、俺の GTR が汚れると。なるほど。ということで、このちゃんとウールもあって HKS のワンオフ品ってことですね。そうです。HKS のワンオフ品のね。次回はぜひカーボンで作ってもらおうかな。飛んでっちゃうかなカーボンじゃ。確かに。次のバイクにトラック分けがいますけど。あ？え？何？こっちのバイク。あこれ？はい。これね。これはね、まあ、いわゆるKTM っていう、まあ、外車ですね、350cc なんですけども、これね、6days っつって、結構ね、やんちゃなやつなんですよ。ちなみに排気量とかどのくらい？ 350。今言ったばかりだよ、350cc だけどね。で、これ、僕ね、奥が好きなんです、結構。こう見えても昔ね、BMX 少年だったし、それからモトクロスもちょっと中学校の頃少しやってたんで、少しね、だからこういうの好きなんですよ。ね、これまたね、今そこに見ている方で、ちょっと僕ぐらいの年配でね、モトクロス好きな人がいたとしたら、風を抜けっていう漫画があったんですよ。風を抜け。風を抜けっていう漫画があって、今ふと思い出して。読みたいなと思った今。モトクロス漫画なのか、まあちょっとやんちゃな漫画だな。でまあこれを買ったんですよ。はい、質問して、これ何、このバイクについて何より買ったんですか、ちなみにこれを。物欲です。え？物欲。それ乗ってます？乗ってません。一回ここからうちまで乗って帰ってきました。一往復。ちなみにいつ買ったんですか？あれ買ったのはいつだろう。2年前ぐらいかな。2、3年前。2年前ぐらい。2、3年前。これよりやんちゃなバイクですよね、これ。結構だから、うん、なんかね、どこか走っていきたいんですよ、うん、オフロード。はい。どこに行ったらいいかわかんないし。まず。なるほど。あとね、はい、走りに行くっつったら、うちの妻が、はい、ダメよ危ないしっつって。ああ、なるほど。転んだらどうすんのよって。そうそう、怪我したらどうすんのよっつって。なるほど。禁止令が出るわけですよ。はい。俺もこれのためにね、はい、これちゃんとほら、このヘルメットも用意されてるわけですよ。わざわざ作ったんですか、これ。新井さんが。新井さんで売ってます。あれ、このカラーリングは。このまま売ってます。あ、そのまま売ってるんですか。はい、ぜひ真似してください。じゃあもう本当にこれ林道に行くだけって状態ですか、ね。そうですよ。ちなみにうちの編集部の小江蔵さんよく林道してますよ。あ、そうなの。はい。いろんな林道行ってて、ほいちゃん見てる今。ほいちゃん見てる。たまに転んだりしてちょっと体を。おもうおっさんなんだからやめなさい、もう本当に怪我したら治んないよ。でも本当タイヤもだって全然新品に近い状態です。これはもうやっぱりね、うん、ね、そうだね。なるほど。そうだね。それ結構みんなもうすでにみんなが反応して、その後ろのトリコロールというか RC。 待て、慌てるな。エンジンかけてみてください。これかかります？ちなみにこれはかかんないんじゃないかな、ちょっとまだ久しくやってないから、多分間違いなくバッテリーが合ってる。なぜならね、これキーがないのよ。わかる、言ってることが。鍵があったら普通こうオフとかするでしょ、はい、これって動かしたらすぐもうここにコロコロってね、なんか電気が要は充電しておかないといけないんだけど、うん、してないから、うん、無理やな。なるほど、うん、ダメですか。これ見て、こちら、次こちら、こちらとこちら、ゴリラと、うん、なんかホンダの S600、 はい、これなんとね、見て、紙でできてるんです、全部。へえ。紙、ペーパークラフト、誰かが作ってプレゼントしてくれたとか、そういうこと。そうペーパークラフトの会社がね、はい、このスポンサーにいるんですよ。どこですか、探しますか。あちらのね、どうですか。アップリフトさん。ペーパークラフトの会社なんですよ。でね、まあこういうもの、この作られてないただの紙がね、うん、売ってるんですけど、うん、これ作るのは難しくね。見てこのチェーンとか、うん、あれはいいんだけど、このメーターもこの細いのも全部よ、これ。1枚の紙よ。これは何ですか、自分で組み立てましょうみたいな。そうよ。え、自分で組み立てたんですか、これ。いや、すべて人の手を変えてますね。私ね、まあまあ忙しいんですよ。これにつきっきりになっている時間はないんですよ。なるほど。そうですね。じゃあマジそろそろなんかあと10、残り15になってきたところで、マジでラスト1台やって、あと皆さんこれじゃあ行きます。行きましょうよ、これ。これね、まあこれを知ってる人はやはりおっさんだと思う。おっさんだと思う。はい。これはね、ホンダのね、RC30 というね、バイクですが、まあ伝説のバイクですよ。ホンダがレースに勝つためのね、バイクをはい、市販で売ったみたいな。で限定仙台というね、うん、いわゆる日本人の弱いやつ限定ラスイチその一人だったわけですっていうね、まあ、当初当然買えないし、うん、憧れてたバイクですよ、うん、この肩持ちでね、肩持ちのこのプロアームだっけ、うん、でこういうのでね、これをね、去年、うんうん、去年ね、ふとあるところに、うん、まああるところで RC30 見かけたんですよ、うん、で「あっ RC30 だ、懐かしい、いいな、かっこいいな」って「オーラあるな」なんつってて、でなんかそれ売り物というかね僕置いてあったんだけど、その時まだ値段が分かんなかったらしくて「うん、これいくらですか?」って言ったら今分かんないから調べてきますね」って言われて、で僕の知り合いがこれ持ってたんですよ、うん、僕の知り合いが、はい、ほんでその人に「今 RC30 って相場っていくらぐらいですか?」みたいな「今1台ここにあるんですけどいくらぐらいだったら買いですか?」みたいな相談したら「RC30 に興味出たの?」とかっつって「谷口だったら俺の売ってあげようか」っつって、うん、トントン拍子に話が進んでいって、譲り受けました。譲り受けたんですか？はい、これ僕の友人から。その方が乗ってたんですか？これバリバリ乗ってました。その方だから去年まではバリバリ活躍してました。去年まではですね。じゃあここに来てからはもうこのオブジェとでもこれちゃんとエンジンかかるよ。かけねえけどこれあれですよね。かけてきてくださいよ。春になったらやるんでしょ。かかるけどかけねえよ。なんでですか？ここがもう排気ガスでもう僕ね死んじゃう。倒れちゃうちょっとだけよ、はい、ちょっとだけだったら、はい、かかると思うよ。ほらすごい。もうこれ以上やったら酸欠で死んじゃうからこれなんか春になって暖かくなったらこのビデオオプションチャンネルで市場に行ってくれるっていう話を小耳に挟んだんですけど。ああいいですね、もうそろそろ暖かくなるでしょう。20度超えるぐらいになりましたし。あ、なんかそういえばあれでしょ、そういうバイクの企画を始めたんだよね。そう、ちょっとやってるんですよ、ほえぞうさんが。あ、そうそう、ほえちゃんから、はい、この間金子さん、カメラマンさんの、はい、なんかやったんだっけ、うん、でネタに困って俺電話してたといやいや、いいの持ってるっていう話を小耳に挟んで、うん、そう、谷口さん持ってるらしいっていうところで、これ乗るのもうちの妻が結構うるさいからねじゃあまずは奥さんに許可取って企画書を奥さんに送ってからってことですよね、うん、そうだね危ないとかって言われるんで、過保護、体が資本ですからね。そうですね。じゃあそろそろ残り12分ぐらいのところで、はい、じゃあ皆さんのちょっと質問に答える時間に行きたいんですけど、うん、その後ないのかね。いや結構来てるんですけどね、このそのスパムチャットみたいなのがものすごくて、すごいバーッと流れていっちゃってて、ちょっとまだ拾えてないんですよ。それ質問でしょ。質問じゃなくて、あれはその来てないのかね。あれは来てますよ。あれ来てる？伊藤隆一さんから追加納金ですって6100円来ました。いくら？6100円。マジか隆一さん。バイクはみんな結構反応いいですね、やっぱ。あ、そうなの。あいつとララバイに出てましたよね。出てたっけあ、谷さん、ちなみにこれ質問今来たんですけど、うん、谷口さんに運転テクニック、あ、吉見さんから200円来ました今吉見見てんの。いや、名前が宮崎吉見ってなってるから言っただけですけど、うん、まあ本人かどうかちょっとまだ多分本人は200円だからさこういうとね、こんなもんだろって間違いなく吉見だなちなみに谷口さんに運転を教わろうと思うならどういうところ行けばいいですかっていう質問がありますね。今ないね。ないんですかね、やっぱり。中はないのよ。中はないのよ。ないね、ほぼ。実は、今月にちょっと1回やったんだけど、お前もここ当たっただろこれ。え？ミラのフード買ってるじゃないか。当たっただろこれ。気をつけろ。ミラ下がってるじゃないかよこれ。なんか怪しい。メリメリいってる。やめとこう。そうそう、実はこっそり、僕のなんかドリフトというかね、運転の基礎テクニック、定常円旋回とかそういうのをね、ちょっと少人数で教える会をね、こっそり発足してるんだけど、なぜなら少人数でやりたいのよ。じゃなくて薄くなるでしょ、教えるの内容がいっぱいいると。だからまあ少人数で場所代だの消耗品代だの、車もこっちで用意してやってみたいなやってるんで、少人数で割れる人を対象にやってるんで、こっそりやってます。なるほど、それじゃあなんかいつかはなんかみんなにっていうのはちょっと難しそうですね、ここから先ね。じゃあこう一般の人たちっていうか、一般の人たちがっていうふうになると、あ、折戸さんがねやってるよ、パークトレーニング。あれはあれです、折戸さんのホームページ行ったら、そうできますもんね。折戸さんがそのパークトレーニングってすごくみんなで和気あいあいとやるのやってますよ。なるほど。はい。あ、皆さんこれスーパーチャットで質問来たんで、これ最近選手やるとラリーやダートラに興味ありますか？基本的にはあります。いろんなジャンル経験したいしね、楽しいじゃないですか。なので最近ちょっとね、そちら方向もきっと。あ、なんか声かかったりしてるんですか？いや、今度トヨタからヤリスも出てくることだし、四輪駆動でね。なんか道具を遊ぶシーンも出てくるだろうから、よりそのダートやラリーはね、ちょっとないかもしれない。危ないじゃん。なるほど。新井さんの話聞いてるとちょっと尋常じゃないですもんね、これね。基本あれはもうね、運転テクニックはもちろんだけど、それ以外にレッキと言われる道を覚えて、そのコードライバーとのその息がどうのこうのがやはりかなり左右してくるみたいなんで、経験がもの言うっぽいのね、新井さんとかに聞いてても。なのでダートだとコースが決まっててね、すぐそのコースを覚えて自分で一人出してるわけだから、その方が現実的かもしれないね。あとじゃあ続いて谷さん、今持ってる車のラインナップを教えてくださいと。シルビアとゲテちゃん、あと GTR と、今ね、どこまで知ってる逆に。僕がじゃあ言うと、ハイエースありますよね。あるよ、グランシオで、あとはメルセデスがある。あれメルセデス2台ありませんでした？もっとありますよね、3台。今ここに乗ってきたやつは、メルセデス・ベンツジャパンからの借り物なんですよ。GT でベンツ乗ってるんで、1年間どうぞ乗っててくださいっつって貸してくれるんですよ。すっごい高い車なのにありがたいですよね。あとだって A45 が2台あります。あ、2台もあるんですか？最近マイナー5というか新しいモデルが出たんで、それを買ったんですよ、先月。2月に、あ、1月に買ったんですよ。2月、まあとにかく最近買ったんですよ。なんで2台いるのっつって誰に言われたんですか？思うでしょ、思いますよね。まあもともと前のモデルの A45 は僕はそれが好きで、僕はねその GT でベンツ乗り始めてもう今5年ぐらいになりますけども、そのベンツに乗り始めた時にメルセデス・ベンツ・ジャパンが、まあ、車を1台貸してくれるっていう話になるわけですよ、メルセデスドライバーに。で僕はみんなはなんかそれなりに普通のベンツを借りたんですけど、僕は A45 がいいと、楽しいからと。でそれを借りてたんですよ、1年間。で翌年に E43 っていう車に変えてもらうってことになったんだけど、その時にその A45 を返すのがねすごく忍びなかったんで「買い取ります」っつって、まるで犬をちょっと預かったらもううちの子にするみたいな感じになっちゃったね。で買ったんですよ、その以前ね。でそれをなんか今はうちの妻が乗ってて、もともとうちの妻には僕プリウスを買い与えてたのに、いやいやいや A ちゃんの方がいいということで。結構早いですよねあれ。早いよ。ちょっとほんだらめっちゃ早いよ。すごい加速しますね。381馬力だから。で、いやなんか知らないけど、A ちゃんの方が楽しいとうちの妻が言うもんで、じゃあ当然と。いつの間にか妻の車になってしまって、で新しい A45 出た時に「買います」っつって手を挙げて買ったんだけど、古いの売っちゃうとその俺が乗りたくて買った車がまた取られちゃうでしょ。なので、今2台持ちです。なるほど、はい。あとはあれですね、また180作ってるんですよね。そうなんですよ180作ってるんですよ。そこのすぐそこの N ステージってとこで、それはドリフト用ではなく180をかっこよく、かっこいい180乗りたいと。これがかっこいいって言ったわけじゃないんだけど、これは現実的には外で乗れないから、タイヤがはみ出てるし、ちょっとね人生初めてのエアサス、初めてのエアサスやってみようと。シャコタンのかっこいいね180を制作しようと1年前にね、風間オートさんから180を買ったんですよ。110万か20万かぐらいで。そう、最終的には別にもっと安いのが良かったなと思ってそうそうなんだよ、そうなんだよ。結局いじってなくていいんだよねこの場合ね。まあ買ったんですよ1年前、ちょうど1年前、ちょうど1年前、懐かしいですね。いまだバラッバラですね。それも1号と同じでまた見えないところまで綺麗に、そこまでやるつもりはないんだけど、あれを作った時にあそこまでやると乗るのが惜しくなるってことが分かったんで、あそこまではやらないです。だけどまあ一応乗るが前提で手こ入れをしてます今。でもう今エンジンルームはすっからかんで、もうでインナーフェンダーをギャーンと切ってやって今、今回車庫端にするんで、タイヤハウスをかなり上に上げなきゃいけないんですよ。なので、車庫端で乗るための大改造が施されてます。で、まあ、よくあるみんなそのエアサス使う人っていうのは、なんだろう、そのエアサスを上げているところが低くて、で車止めてる時に下げてぺったんこにする人が多いと思うんだけど、僕は一応もうまあまあ大人っていうか年なんでそこまで地面に着地するような仕様ではなくて、むしろイニシャルが、まあ、そこそこの車庫端でエマージェンシーでこうエアサスでスッとこう上げれるような。段差とかどっかになんか困るところで上げるような仕様にしようとしてます。だからみんなエアサス使う人はここからこう行くんだけど、俺はここからこっちに行くっていう感じかな。あとみんなが「ノブハチはいつできるんですか?」それよ俺も聞きたいよね。いやこの間僕行ってエンジンかかったから、これじゃあ来年のオートサロンにはっつったんですけど、そういうわけじゃないんですよねあれ。まあ無理やろうな無理ですね。ここからまたレースが始まると11月まで寝かしちゃうんですねいやRS ファインっていうレーシングガレージでやるところはもうささっと今、この1月でやって、今はねあっちの西東京で、あっちのどこ、八王子だか青梅だかそっちの方にあるね、内装屋さん、内装屋さんっていうのかオーディオ屋さんっていうのか分かんないけど、まあそちらに今車が行ってて内装を作ってます今。でそれが終わったら今度はまた、埼玉のビッキーさんっていう板金屋さんに行ってフェンダーとか作ってくれたところです、ね、そうボディのレストをしてくれた板金屋さんに行って今度は外を塗ります。まだ 外塗ってないん で外を塗られて、そしてその後今年のシーズンオフぐらいに戻ってきて、あそこまでもいかないかな分かんないけど、まあ戻ってき次第今度は、いろいろとねいろんなものをつけていく感じですかね。なるほど。なので、はい、気長に。まあまあ慌てんなよ。なるほど。うん、あと織戸さんや谷口、土屋さんが YouTube を始めましたが、谷口さんはどうですかっていう。うん、ね。うん。どうですかね。どうですかね。やりましょうよ。あのね。ここにいる人がね、やろうやろう言ってんだよね。この人がやりましょうよ。やりましょうよ。あれって儲かんの？いやもう儲けさせますがね。本当に？ガッポガッポですが。だって200円しかくれないやつとかいるんだよ。いやいやもうこのわずかな時間にものすごいあれですよ。49,000円いきました。マジで？すごいですよ。本当にね、今日はこれやって本当に良かったと思います。大地さん、じゃあそろそろもう6時も回ったので、あれ最後にじゃあ今年の大地さんの活動内容っていうか、皆さんにどこに来たら谷口君来たらやります的なコメントと、今年の活動の意気込み的なコメントをいただけると。活動したいんですけどね。僕も不安でしょうがないですが、まあね、でも本当に、真面目な話、今ちょっと大変なことになってると思います、世の中がね。何コロナ、コロナがね早くなんかこう収束するのか、みんなが慣れるのか、していかないことにはね、ちょっと今イベントがまずできないじゃないですか。でイタリアなんてもう店もやってないしね。だからね本当に今は僕は特に僕なんてかっていうのはこの事態では仕事が全然ない状態なので、やっぱ YouTube やるしかねえなこれ。やりましょうね。 YouTube だったら人を集めなくていいわけだし、まあ確かにそう家で見れますからね。そうだよね。企画アイディアちょっと10本ぐらい持ってきてるんで。あ、そう。皆さんもね、ここに集まれて集まんなくても、家で見れるわけだもんね。うん、そうですね。仕方ねえな、やるしかねえな、YouTube。毎週じゃあ金曜日とかに家行ってですね。毎週金曜。どこに？俺んち？そう。いやだよ。毎週集まるみたいななんか。いやだよ。松本んちでやろうよ。新婚だろ松本んち。お父さんになったばっかだよね。そうですね。あ、やっぱり行くの大変だね。そんな感じでですね、もちろんレースが、始まれば私もちろん、チャンピオンを目指して頑張りますし、GT と86レースね、その他ねまたいろいろね今年もねたくさんは企んではいるんですけど、なんせ今この状況で何も読めないんで、まずはこの困った状況が一刻も早く収束することを願っております。はい、じゃあ今日はこの辺で、また次回また近いうちにやりましょうか、触れ合いの場を。そうっすね。じゃあ明日。明日？味締めてるじゃないですか。これに味締めてるじゃないですか。明日って。今ので5万円になったでしょ。そうです。今日何してくれた方、スーパーチャットしてくださった方、ありがとうございます。明日も引き続きよろしくお願いします。鈴木さんまで死んじゃいますけど、またじゃあ近いうちお願いします。ありがとうございました。さよなら。